今日やってきたのはバンコク東風市場。駅から徒歩1分の超駅近のこちらの市場ではローカルな雰囲気でタイ料理を楽しめます。平日でもたくさんの人で盛り上がっていました。今日はどんな料理と出会えるのでしょうか。それではマイケンタイランドスタートです。サーディーカー、マイケンタイランドのまゆかです。今日はこちらの MRT 東風駅にやってきました。こちらが今いるのが3番出口で、すぐそこに東風市場っていうのが広がってるそうです。この前視聴者さんにもおすすめしていただいたマーケットなので、早速中に入って美味しいものを探していきたいと思います。それではレッツゴー。入ります。すごい、すごいね。おお、盛り上がってんな。うん、すごい、すごい。駅から1分でさ、うん、これはすごない？めっちゃすごい。すごい、たこ焼きもあるで。外やん、すごい。いろんなお店ある。あー、ジョークもある。何これ、初めて食べるカノム。食べたことないよね。買ってみようか。うん、みーちゅーライカノカノムトップインコプマンカゲットしました。じゃあ後で食べようか。これ食べたい。いいよ。これか。何す？あ、これ。うん。何か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 。チッパー。お、私。コモンさん。コモンさん。しました。何やろうな、これ。カモン。パンケーキ。オッケー。後で食べよう。わからん。これも食べたい。オッケー。おー、出来たてやん。これがいい。何？あ、お兄さん。ライカー。あ、ロッサン。へー。バーベキュー、パプリカ。リサパプ、はい、リサパプリカ、スパイシー、シー、バーベキューだ。はーい。これ食べるのがないのか？バーベキュー。いいよ。バーベキューか。ライカー。おー。น่าอร่อยอ่ะนี่มีของแถมมาให้ลองชิมดูนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะยัดค่ะ入れてくれた入れてくれたเท่าไหร่คะเท่าไหร่คะ30บาทครับนี่เจ๊ขอบคุณค่ะこれお兄さんじゃん。ขอบคุณค่ะขอบคุณครับโอ้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเก็บได้ใช่ไหมใช่ดริงก์ตัวใหญ่โอเคオッケー、なんか入ってるな。サバロックバレちゃう。本当。ラクナ。こんやんあるね。嘘。ほんまやな。うまそう。これ美味しそう。買おうか。自分で選ぶタイプ。うん。オッケー。65 OK ค่ะはかり売りか。うん、あ、うまそう。あ、美味しいね。ちょうどあれ、うん、あれよ。
65バーツ。はい、コプンカー、じゃあゲット、食べようか。うん、買ってきたものを食べていこうか。結構いろいろ買えたね、うん、まず一つ目がこちら、ナムサッポロのはずやけど何やったっけ、パッションフルーツか、うん、が入ってそうな感じ。そうやな、俺らが読めてなかっただけちゃうかな。じゃあ飲んでみます。すごい、ね、人多かったな。人多かった、うん、戻ってきてるわ。ちょうど乗り継ぎの場所やしね。そうやね、パープルラインとね、ブルーラインの、パン入ってる。駅からめっちゃ近いのもいいよな。うん、出口出たすぐやった。うん、おいしいけどパイナップルジュースじゃないかもしれへん。嘘、そもそも指さしたやつ違うかったかもしれん。わかった、だって匂いがもうパッションフルーツしか出えへんで。うん、パイナップルジュースだと思って買ったけど、うん、指さしてたのパッションフルーツやったんですよ。パッションフルーツやったかもでも美味しい。うん、美味しい。はい、まずは野菜から。はい、こちら百分トートかな、何やろ、味付けが選べてさ、うんうん、バーベキューにしたけど、パプリカとかチーズとか、うん、スパイシーとか選べて食べます。いい音。うん、これは何や、空心菜か、違うな、めっちゃカリカリや。うん、うまい、めちゃくちゃサクサク。しかもさ、この野菜さ、口の中でとろけててめっちゃ美味しい。うん、ポテチ感覚で食べれる。ちょっと塩味が効いてて、バーベキューのフレーバーもカスプルって感じ。あのおっちゃんのあれ可愛かったよね。めっちゃ美味しい、やばい。じゃあおまけにくれた、こちらきのこも食べます。サクサク、甘い。はい、続きまして、こちらのコムヤン食べていきます。さっきの揚げ物めっちゃ美味しかったんやけど。めっちゃ美味しかったね、サクサクやったしさ、美味しかったわ。では食べていきましょう。焼きたてのコムヤン、めっちゃ炭の火に映るね、うまそう。炭というか焼肉のタレっていうの。食べていきます。うん、柔らかっ、鶏肉みたいに柔らかい。そう、うん、やばっ、めっちゃ美味しい。ナムチムがさ、爽やかな感じ。ナムチム、うん、めっちゃ美味しい。これやばい、マユが一人で食べれるわ。じゃあ俺は後で買いに行くわ、一人で。撮影終わったら。撮影終わったら、あ、皆さんいつも僕も食べてるんでありがとうございます。あ、ほんまにね、カメラマンは不憫です、ご飯を食べれませんってコメントくるから。僕も食べてますよ、ありがとうございます。美味しい、やばい、もういくらでも食べれる。ほんま、もう一回買いに行くか、後で。うん、うん、うん、なんかね、コリコリする部分が全くない。めっちゃ好きな味、え、めっちゃ美味しい。じゃあ最後に、買おうよ。あ、
ないの。はい、続きまして、じゃん、こちらのカナも食べていきます。名前聞いたけど、わからんかったね。え、わからへんかったから、後で調べよう。ああ、なんかずんだ餅、ずんだってあるやん、わかる？ あれの感じの匂いがする。ほんと、お砂糖ついた枝豆みたいな。ほんまやな、ちょっとサクッとしてる。ああ、枝豆、いや違うかな、ココナッツ、砂糖、この周りのサクサクしてる部分がさ、何やろこれ、分からへん、なんか筋肉が膨らまして、ちょっと揚げた感じ？うん、そのままやな。シュワライか？でも6個で20バーツって安いよね。うん、中は結構ね、空洞というか、もちもちしてる感じだ。膨らんでる感じよね。うん、なんかパートンコーに近い気がする。このもちもちバージョンみたいな、なんやろな、いろんな要素を持ってる気がする。蒸しパン要素もちょっと入ってる気がする。はい、はい、最後にこちらの、なんやろ、オムレツみたい。これあれじゃない、カノム東京じゃない。あ、そういうこと。え、でもめっちゃ工房やで。そう、なんかカノム東京ってあれじゃない。カノムじゃ、ウアン、カノムね、なんか書いてたんやけどね、わからへんか。カノムブアンにしては太いし、カノム東京にしても太いな。カノムブアンってもっとさ、なんかサクサクのやつやんな。カノム東京はもっとクルンってしてるやつやんな。なんかね、見て、めっちゃ美味しそうじゃない。めっちゃ工房やし、生クリーム入ってんの？うん、うまそう。結構甘い。でもね、生地が柔らかくて美味しい。パンケーキみたいな。シュークリーム、パンケーキ。あー、シュークリーム感もあるかも。あと出来たて選んだからさ、あったかい。美味しいな。まだまだ食べたことないな、料理がいっぱいあるから。うん、ほんまにね。はい、はい、というわけで今回はタオポー市場にやってきました。今来たわけじゃないね、散策したのや。もう一回やろう。もう回してるからそのまま行こう。はい、はい、というわけで今日はタオポン市場散策しました。もう駅から徒歩2秒やな。うん、駅の直結エスカレーター、うん、階段降りて、うん、マジ1分もかからんな。ほんまにめっちゃ近くて立地もよくって、あとローカルな感じでね、すごい良かった。どこも安かったし、いろんな種類があったし、座って食べるタイプのお店が少なかったかな。でも、あー、そうやね、みんな持って帰る、食べ歩きスタイルになるかもしれない。うん、でもね、こんないい市場に出会えたのも視聴者さんのおかげ、どうもありがとうございます、ね、おすすめのお店とかね、マーケットとか場所とか、ね、うん、どんどんコメントで教えてほしい。はい、ぜひいろいろ行きたいと思っておりますのでお願いします。はい、というわけで私たちのチャンネルではタイの美味しい料理を紹介したり、タイのいろんなところに行ったりしています。ぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いします。年内チャンネル登録3万人目指して頑張ってますので、これからも応援お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。